令和3年4月6日、阿蘇市黒川の阿蘇警察署で、阿蘇警察署員や阿蘇地区交通関係団体の会長らおよそ40名が参加し、春の全国交通安全運動の出発式が行われました。出発式に先立ち、交通事故で息子を亡くした深坂祐一さん、幸子さん夫妻による講演が行われました。 息子の忍さんは、東京でバリスタの道に進み、30歳になるのを機に、ふるさと熊本で両親と店を開くことを計画していた矢先、トラックとの接触事故に遭い、29歳で帰らぬ人となりました。深坂さん夫妻は忍さんの意思を引き継ぎ、熊本市北区植木町にコーヒーショップを開店、その売り上げから、 被害者支援センターへの寄付などを行っています。二人は、忍さんの事故から現在までを振り返り、悲しみと向き合いながら交通事故と戦っていく取り組みや、交通事故断絶に対する思いなどを語りました。公演の後、深坂さん夫妻が見守る中、交通安全運動の出発式が行われ、2台の白バイを先頭に、 9代のパトカーが続き、館内の見守りに出発しました。春の全国交通安全運動は、令和3年4月6日から15日までの10日間行われます。